ナンバーアンダーラインアイの MV ロケ地巡りの裏側、ファンと自治体の思わぬすれ違い。始まりの物語、ナンバーアンダーラインアイの新曲 MV 公開。2023年10月に結成された、旧ジャニーズ事務所、現スマイルアップ。スマイルアップのアイドルグループ、キングプリンスを脱退した平野翔さんら3人による新ユニット、ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイ。彼らの新曲、 ボンのミュージックビデオ MV は5月27日に公式 YouTube チャンネルで公開されました。この MV は激しいラップやダンスの中に和のテイストが取り入れられ、特に昭和の団地をイメージしたシーンがファンの間で話題となりました。船橋市の PR とファンの反応。この MV の一部は千葉県船橋市の国家公務員宿舎船橋行田住宅跡地で撮影されました。 船橋市は MV 公開翌日の5月28日に公式 X、旧ツイッターで皆さんもぜひご注目してご覧くださいと PR 投稿を行い、この投稿は約70万回表示されました。ファンからは行政さんまで教えてくださり、ありがとうございます。といった感謝の声が相次ぎました。しかし、この PR 投稿は思わぬ問題を引き起こしました。多くのファンが 船橋に行かなくては、今度行ってみます、と反応し、市にはロケ地の具体的な場所を問い合わせる電話が数件寄せられました。ロケ地巡りの問題発生。実は、この団地は2025年5月末までに解体される予定で、跡地には市消防局などの庁舎が新設されることが決まっていました。現在、この場所は立ち入り禁止となっており、市の PR 投稿にはその点が触れられていなかったため、 ファンが訪れることができない状況でした。そのため、市は急遽、撮影場所となった船橋行田住宅跡地は、立ち入りが禁止されており、ロケ地巡りや見学はできません、と注意喚起することになりました。しかし、すでに一部のファンは現地を訪れており、SNS 上には、聖地巡りをした動画が出回り始めていました。ファンの行動力の凄さを甘く見ていたのかもしれません。 ファンと自治体の間にある問題。この一連の出来事から見えてくるのは、ファンの情熱と自治体の PR の難しさです。船橋市商工振興課の担当者は、ロケ地に足を運ぶ熱烈なファンの方も多いと聞いており、お見せできないのは大変残念。今後は立ち入りできるロケ地の撮影依頼がいただけるよう取り組んでいきたい、と話しています。しかし、問題はそれだけではありません。 船橋行田住宅跡地は新築マンションや一軒家が立ち並ぶ住宅街の一角にあり、観光地ではありません。ファンの訪問が近隣住民に迷惑をかける可能性もあり、無邪気にロケ地です、とアピールできる場所ではないのです。立ち入り禁止の場所での撮影。さらに、立ち入り禁止の場所での撮影自体が問題視されることもあります。解体予定の場所で撮影を行うことは、 ファンの訪問を誘発し、結果として安全性や法的問題を引き起こす可能性があります。これに対して一部のファンは、市が PR しなくても特定する人はするけど、立ち入り禁止ならなおさらまずかったかも、とコメントしています。今後の取り組みと課題。この出来事は、自治体がファンカルチャーを利用して地域振興を図る際のリスクを浮き彫りにしました。 今後、自治体はファンの行動力を考慮し、立ち入り可能な場所での撮影や PR を行うことが求められます。ナンバーアンダーラインアイの MV ロケ地にファンの熱意が巻き起こる中、思わぬ混乱が生じました。船橋市の公式 X、ツイッターが、この MV が市内で撮影されたことを明らかにし、ファンからは歓喜の声が上がりました。しかしながら、その後の市の声明により、状況は一変します。 市は、ロケ地の場所が市が所有する跡地であり、現在立ち入り禁止であることを明らかにしたのです。この MV は、ナンバーアイによって演じられた和風のダンスやラップが特徴であり、特に昭和の団地をイメージした場面が注目を集めました。しかし、その舞台となった場所は、25年5月末までに解体され、現在は市の庁舎が建設される予定です。そのため、 ファンが船橋市を訪れてロケ地を探し求めることはできないのです。この状況により、ファンコミュニティでは賛否両論が巻き起こっています。一部のファンは、ロケ地を訪れることでアーティストに近づく機会を楽しみにしていましたが、他の人々は立ち入り禁止の場所であることを尊重すべきだと主張しています。特に、解体予定の場所での撮影に関しては、適切な配慮が必要であるとの意見が広がっています。 船橋市の担当者は、ロケ地に足を運ぶ熱烈なファンの方も多いと聞いており、お見せできないのは大変残念。今後は立ち入りできるロケ地の撮影依頼がいただけるよう取り組んでいきたい、とコメントしています。しかし、一方で、ファンが無許可で立ち入ることは望ましくないとも述べており、安全を確保するための対策が必要であることを強調しています。このような事態を受けて、ファンコミュニティ内での議論は続いています。 一部の人々はファンの行動が過度であると懸念していますが、他の人々はアーティストとのつながりを深めることが重要だと主張しています。結局のところ、ファンと地域社会との間でのバランスが求められるのでしょうか。この事件から見えてくるのは、音楽や芸能活動が地域社会と密接に関連していることです。ファンの熱意とアーティストの創造性が結びつき、新たな文化の創出を促しています。 しかし、その一方で、ロケ地や撮影場所といった物理的な場所に関する問題も浮き彫りになっています。船橋市を含む地方自治体は、このような問題に適切に対処する必要があります。アーティストとファンの関係を尊重しつつ、地域社会の秩序や安全を守るための方策を講じることが重要です。また、ファンも自己規制を心がけ、 アーティストとのつながりを築く際には、周囲の状況を考慮することが求められます。今後も、音楽や芸能活動が地域社会との関係を深めていく中で、新たな問題や課題が生じることは避けられません。しかし、それらを克服していくことで、より豊かな文化の創造が可能になるでしょう。ファンとアーティスト、そして地域社会が共に協力し合い、未来に向けて前進することが重要です。 このような問題に対する皆さんの考えや意見は何でしょうか彼らの活動や行動は地域社会にどのような影響を与えるでしょうかこれからも音楽や芸能活動が地域社会との関係を築いていく中で私たちが考えるべきことはたくさんあります。このような事態を受けてファンコミュニティ内での議論は続いています。一部の人々はファンの行動が過度であると懸念していますが 他の人々はアーティストとのつながりを深めることが重要だと主張しています。結局のところ、ファンと地域社会との間でのバランスが求められるのでしょうか。この事件から見えてくるのは、音楽や芸能活動が地域社会と密接に関連していることです。ファンの熱意とアーティストの創造性が結びつき、新たな文化の創出を促しています。しかし、その一方で、 ロケ地や撮影場所といった物理的な場所に関する問題も浮き彫りになっています。船橋市を含む地方自治体は、このような問題に適切に対処する必要があります。アーティストとファンの関係を尊重しつつ、地域社会の秩序や安全を守るための方策を講じることが重要です。また、ファンも自己規制を心がけ、アーティストとのつながりを築く際には、周囲の状況を考慮することが求められます。 今後も、音楽や芸能活動が地域社会との関係を深めていく中で、新たな問題や課題が生じることは避けられません。しかし、それらを克服していくことで、より豊かな文化の創造が可能になるでしょう。ファンとアーティスト、そして地域社会が共に協力し合い、未来に向けて前進することが重要です。このような問題に対する皆さんの考えや意見は何でしょうか 彼らの活動や行動は地域社会にどのような影響を与えるでしょうかこれからも音楽や芸能活動が地域社会との関係を築いていく中で私たちが考えるべきことはたくさんあります。